土地取引の目安となる地価が公示され、県全体では25年連続の下落となりました。この調査は7月1日時点の県内35市町村260地点を対象に行われました。住宅地の平均変動率は0.2%の下落で24年連続のマイナスです。住宅地で

一方、工業地は0.3%上昇し、2年連続のプラスです。この結果、すべての用途の平均変動率は0.2%の下落で25年連続のマイナスとなりましたが下落率は縮小しています。